すごい手拍子ね、すごい心が伝わりましたね。これ今の手拍子が日本人がやってるんだったらこの歌は知ってるってことだよね。外国人はおそらく知ってるふりをしてるってこと。そこはいいんじゃないですか。あ、いいんじゃないですか、わかりました。いやでもなんか心よく歌いましたね。どうですか、こんだけいっぱい人の前で歌うっていう気持ちは。すごい感動されました。みんなの手を叩く、ね、聞こえました。ありがとうございます。本当にありがとうございました。猫の話かもしれないけど、そう、さっき楽屋で猫の話しました。あ、そうなんですか。はい、共通点があったと思うんですよね。ではどんどん行ってみたいと思います。今度は白組でございます。皆さん覚えてますよね。一応これ紅白歌合戦ですからね。そうです、見た通り赤組、白組です、はい、ね、さっきの赤組でしたよね。そうです。今のその手拍子に負けないぐらい次のパフォーマンスをちょっと用意してますのでね、皆さんぜひどんどん入ってきてくださいね。今度は白組のね、グエンさんを呼びたいと思います。こちらはね、あ、ありがとうございます。お、熱いファンがいますね。いいね。おベトナムのグエンさんなんですけど、なんと日本に来ても10年になります。先輩ですね。これがなんとね、ベトナムでアナウンサーの経験もあるということで、趣味はなんと人を楽しませるのが楽しませる好き、務まってませんね。最後にお酒飲んだら選手やのにまだ抜けてません。申し訳ないです。演歌もとても好きなんですよ。で、今日歌うのはね、細川たかしの北酒場なんですが、これがね、なんとベンさんね、普通で歌うっていうよりもちょっと雰囲気が違うんですけど、すいません、ベンさんに一つ、スポットライトお願いします。そうですね。お、ね、ありがとうございます。また力ですね。でしょ、ベンさん、これはどういう、何をしたいの君は。遊びたいですね、ぶっちゃけ。あ、遊びに男。遊びに。そうですね、真面目な演歌の曲ですけど、ちょっと遊び心を使ってですね、はい、遊んでる男のイメージを、うん、皆さんにしたいって楽しんでいただけたらなと思います。まあ、グエンさん、そのマスクしなくても十分遊んでる男に見えますよ。意外と真面目ですよ。そう、私が見た時に顔出し NG かなと思った。それがね、なんか途中からはね、急にね、スタイルが変わるんですよ。また楽しみなパフォーマンス。遊んでるだけじゃなくてね、なんか遊びすぎてね、ちょっとボロボロになってるらしい。いやいや、これ笑うとこありませんよ。ちょっと下で見てるんですね。そういうパフォーマンスなんですからね。で、どういうきっかけでボロボロになったかっていうのが途中から分かりますので、皆さん楽しみにしといてください。細川たかしで北酒場です。お願いします。幻。
ありがとうございました。すごいね。いや白組頑張ってますね。もうこっちだって負けないよ。本当にね、そんな感じで言ってみたいと思うんですけどね、はい、まあ、とりあえず今のところね、4曲終わりました。はい。ね、まあ、いろんな、さまざまなね、感じで、歌がね、今日今皆さん見たと思うんですけどね、ちょっと審査員の方はね、はい、聞いてみたいと思うんですけど、はい、じゃあ伺ってきます。じゃあお願いします、はい。4曲終わったところで、まず大西ゆかりさん、ちょっと、どうでした今までの感じは。はい、大西さんは多分マイクいらないかもしれないんですけど、お願いします。ちょっと間違った日本感みたいのが、大変心を突き刺さる感じでして、さっきの北酒場も萌えかけぐらいツッコミどころが満載で、あれは一体何なんやっていう感じですね。もう大変楽しく拝見しております。はい、もう本当に楽しいですね。歌もちゃんと歌ってはりますし、桜にワンピースに運動靴中毒はたまらんかってですね、それがまた歌わしたらうまいっていう、北酒場もなんとなく最後は調子を出たっていう、なんか途中ドキ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 しましたけども、今日はそんな感じでケチョンケチョンに批評させていただきまして、厳正なる審査を我々したいと思っております。わかりました。もう厳しくっちゃってくださいね。ありがとうございます。もう一言ありますかね。ダニエルさん、一つ今までの感想をお願いできますか。ぜひご感想をお願いします。みんな素晴らしいですね、はい、すごい歌の出来声すごいですね。びっくりしました、はい、これができるんだって面白いですね、はいはい、これからも楽しみにしてます。はい、ありがとうございました。ちなみにダニエルさんは日本のカラオケとか行きます。あ、行きます。好きな歌手は誰ですか。スピッツ、すごいですね。外国人って思えないんですか、本当にね。ありがとうございました。じゃあ、こんな感じでね、戻ってみたいと思いますけど、次の方をここで。